中で出れなくて、で何時間後かにごめん仕事中なので送って、既読無視なんですよ、うん、既読無視、それが最後で、うん、その日に熱海行ってるんですよ。熱海、うん、あのあれ、そのあのコラボの海ね、海の、うんうん、そっから一切音信だから結局誰でもええんやんけって思うんだ。あ、なるほど。それで別にそんなバカ投げしたことじゃないけど、レイちゃん、なんか腹立つ。だからレイちゃんからしたらマリオさん、まあ、急に止めれないけど徐々に徐々に仲良くなっていこうとはしてたってことね。その、まあ、止めてって言われた後も、うんうんうん、だからこそミナちゃんとこう付き合ったらちょっと悲しくなっちゃったってことだよね。なんかショックやな、うん、そういうことそう、なんか結局誰でもよかったんやなって、うん、私は結構真面目に何でも捉えてしまうタイプなのが悪いんやけれども、うん、でもそれってなんか無駄やったなって思ったっていう感じです、ね、それはちょっと言わない方がよかったんじゃない。やるよ、私が、うん、じゃあ今のは話はなかった。だって会ったことないって言ってたからそんな特大級の暴露だと思わなかった。あ、全然その暴露っていうかそんな、うん、私がちょっと誰にもこんな話を友達に言ったりできないじゃないですか、うん、あの配信者のマリオさんっていう人がおってみたいな言えないから、うん、でもリスナーさん、でもリスナーさん落ち着いてください。あの、うん、マリオさんはこれから、うん、彼女さんがその時いたわけじゃないからね今彼女さんがいて今の彼女さんを大切にしたらいいだけの話だから言わなかった方が良かった、うんうん、でもそれだけの話だからあんま責めないであげてください。ちょっと愚痴を言いたかったなってだけ、なんか暴露とかではない、うん、そんなよくある話だから、うん、そうよくある話だから別にマリオさんのことをそれでなんか、うん、なんていうの、嫌いになったとかじゃないし、これからも応援したいなとは思うけれども、うん、でもなんか私はなんか真面目やから、うん、なんかちょっとショック受けたなっていう話です。うん、うん、まあでもね、正直言っていい、マリオさんのファンやったんですよ。いや、レイちゃん正直言っていい、マリオさんとまあ付き合っても遠距離になるし、レイちゃん普通に可愛いからリアルで恋愛しないよ。いやー、ちょっとコミュ障なんで。コミュ障だからやっぱネット関係で行っちゃうってこと。ネット関係も無理ですね。いやいや、めっちゃしゃべっとるかな。でこれは、うん、なんかあのヨーキャラを作ってる。そうなんだ、はい、私競馬の話ができるお二人やから喋れるって感じ、うん、いやあのね、実は美顔、美顔つけてるより美顔なしの方が可愛いからね普通にすみません、なんかこうやって美顔がいいっていうか美顔にしてるけど、こんな暴露じゃないけど肌もめっちゃ綺麗、暴露じゃないけど、うん、でもこうやってなんか自分の思ってることを愚痴じゃないけど選び放題だよね。ちょっと悲しかったことをこうみんなに聞いてもらっただけで、私はちょっと、うん、心が軽くなった。今だからそうやって彼女さんいらっしゃるからね。ちなみに、うん、なんで止めてあげなかったの。好きだったら止めてあげたいわけで、ワンライブ、ワンライブじゃない、あのワンナイトラブでもよかったんじゃない。いや、私はワンライブだけにワンナイト、ワンナイトイコールワンライブみたいなそれはなんで止めなかったの。それはダメなんですか。私そういうタイプじゃないですもん。あ、そうタイプじゃない。でも好きだったらいいんじゃない、うん、女はちゃうんちゃいます、うん、それって。そうなの。なんかだから結局誰でもよかったんやなって思ったらショックやったなっていう話、うん、そう結局だからそのリスナーと配信者さんのそれってしゃあないんでしょ、うん、リアルとはまた違うからねって。だから私はもう配信者さんのガチ恋とかも言わんようにしようと思いましたし、うん、もうそういうのならんようにますます恋愛恐怖症になりましたという話でした。こんな可愛いの寄ってこないの男。寄ってきてもなんかあんませんってなる。寄ってくるの実際に。アプローチされるの。そういう場には行かないけど、うん、ま、なんかそれは なんで付き合わないの。全然ね、なんかブサメンってやってこと。いや全然そんなイケメンさんとかもいたけども。うん、でもなんかそれよりも一人で家でゲームしてる方が楽しいなって感じ。競馬してる方が楽しい。いや、じゃあそれマリオさんも別に好きにならなきゃいいじゃん。それでも応援したいなっていう気持ちは。あ、そうそう、あのどんどん感情、最初はそういうつもりじゃなくても感情移入していっちゃったのかな、うん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 、そんなもんだもんね好きになるって。うん、理屈じゃないからねリスナーさん。すごいなんか
マリオさんが悪いわけじゃないし、男の人の気持ちっていうか、私ももうそんな若くないからね、そういう気持ちもわかるけれども、私はそれがショックだったよっていうだけの話やから、全然マリオさんにヘイト向けてほしいわけでもないし、それは大丈夫。カズヤさんはちなみに今の話、カズヤさんどうした、あの今の話聞いてどう思った？聞いとったくらわからんけど、この名無理やっぱそうなんかな、どう思った？頑張るね。なんか声かけてあげてよ、レイちゃんに。カズヤさんの方がね、仕方ないですよね、それって、分かんない、恋愛あんまり経験ないから分かんない。でもやっぱふわっちの配信者さんとリスナーさんってやっぱ違うじゃないですか、うんね、だから仕方ないんかなって思って、うん、かずやさん恋愛、ごめん恋愛ないって勝手に決めちゃったんだけど、いや勝手に決めつけちゃったんだけど、うん、彼女はいたことはない、ちょっとすみません失礼ながら、彼女はいたことはないの今まで。わあの付き合ったっていうか、まあまあまあちょっと付き合ったみたいな感じでやったけど、うん、すぐ別れた、うん、わ別れたの、うん、じゃあ恋愛か経験あるじゃん、それなんか言ってあげなよ、レイちゃん。あるはずねえだろ、そんなことはないんじゃないかな、うん、本格的前に付き合ってないから、ね、付き合ってない。でも私前の恋愛が結構しんどかったからね、だから結構臆病になってるっていう点もあるからっていうのもあるかもしれない、うん、そうなんだ、うん、もう一人で生きていく方が自由で楽しいかなって思って、かやくさんも言うじゃないですか、なんかもう彼女いらんしみたいな、自分はもうそれがすごいわかる、うんうん、もう自分はちょっともう面倒くさいからね、彼女正直できちゃってもわかる、連絡とかちょっとまめにできない、わかるね、それはわかる、うん、だから一人の方が自由ですね、邪魔されないしね、好きなこともね、うん、できるしね、うん、二人付き合いも付き合いますか、じゃあって話にはならない、いや付き合わないです、大丈夫、 LINE 交換しただけで付き合って、あ LINE 交換も自分からは言わないけど向こうから来たからね、それは私はでも応援してるからそれは嬉しいって思うじゃないですか、うん、で入院中やったし、でまた退院できたら会話しましょうって言って、まあ、通話しましょうみたいな感じやったから、だからそれは嬉しかったんやけど、まあしゃあないよ、でもなんか、うん、それはもう仕方ない、しゃあないよね、それは仕方ない、だから私は別にヘイト向けるわけじゃないけどね、まあ酷な言い方だけど、まあ、振られちゃったんだよ、うん、私振られちゃったってこと、でもしゃあない、だから別にそのマリオさんを責めるわけでもないし、うん、なんか私がただ悲しかったなって思うだけだけど、これだけは言いたいけど、マリオさんとそのミナちゃん、ミナミちゃんだけは別に応援もしてないし、それはできないでしょ、別に、うんね、応援もできないし、ね、別に反対もしないかなって感じです、うん、ありがとうございます、ありがとうなんかここで ありがとうございます、 2回目ありがとうございます、ここでなんか言えてちょっとすっきりして嬉しいです、うん、ありがとうございます、いやっぱすっきりしたとか言わない方がいい、いや私はでもこうやって話すだけで心軽くなるからそう、家やったら多分泣いてるけどここで言えたら、だからリスナーさん、だから本当に辛かったんだよ、レイちゃんも、うん、結構なんか、うん、辛かったってなってたから、それはそれで、うん、みんな聞いてくれてほんまにありがとうございました、うん、ほんまにそうやったんですよね、だから、まあ、いやまあまあもうガチ恋とかはもうやめ、こんなに大きいなことになると思わなかったから、うん、ガチ恋とかいないだろうとかみんな言う人いるからね、なんかマリオにガチ恋なんかいないよみたいな言うけど、私はほんまにちゃんとガチ恋やったから、うん、そこも訂正したいし、いやリスナーさん本当にだから好きだったんだよ、うん、受け上げだからレイちゃん俺は絶対ないと思うけど、俺はね、俺はちょっと好きにならないでね、俺は彼女とか作らないし大切に絶対できないから、うん、私もそう、うん、俺は好きになっちゃダメだよ、うん、競馬仲間でいましょう、うん、いい競馬仲間で距離感取ってね、うん、そうそうそう、距離感大事、そうなんですよね、なんかだからすごいショックやったけど、この女やばい、ほんまにどの辺がやばいんやろ、でもね、うん、
で、れいちゃん言いたかった、あの要するにその優しい優しい自分のことを要するにまとめると、うん、自分のことを好き本当に愛してくれる人がいいってことでしょ。うん、要するに自分だけ浮気とかじゃなくて、うん、それどう、和也さんとかほんまに。で、あのね、和也さんごめんでも言っちゃうけど、ね、言っちゃうけど、うん、れいちゃんがマスカットメロ、うん、マスカットシャインマスカット洗ってる時に、うん、聞いたらタイプって言ってたんだ。あ、そう。どう？いやでも和也さん初めて、あの初見初対面やからね、まだ何回か。いやいや付き合うっていうわけじゃなくて、はい、和也さんとかだったら、まあ極端な話ね、パチオジとかだったら、うん、本当に裏切らないよ。本当に優しくしてくれるし。さんおいくつでしょ、ね、いや、例えね。例えばな、うん。だから、そういう点では、本当に和也さんとかマジで大切にするしてくれると思う。どうしたらいい？それは、れいちゃん、どう和也さんは。まあ、あれも、これからも、ね、友達から。友達からね、仲良くしましょう。LINE 交換する。あ、全然いいですよ。はい。あれ、会うしね、キャリーのあれで。うん。え、キャリーちゃんのやつ行きましょう。一緒に行きましょうよ。うん、私おったら全然喋れるでしょ。まあ仕事入らんかったらね。あ、全然全然。え、土曜日仕事あったりするんですか。ボーナスタイムありがとうございました。この時期はちょっと怖い。あ、9月？うん。どういう感じ？私でも今キャリーちゃんに何のプレゼント持っていこうかめっちゃ楽しみに悩んでるところ。うん、誕生日会じゃないでしょでも。うん、でも初めて会うし、うん、なんか楽しみ。キャリーちゃんめっちゃ好きやから。キャリーちゃんの配信見てたらめっちゃ元気で、キャリープレゼント何がいいかな。でもなんかピンク色が好きっていうのはね、この間こっそり聞いた。いや、売名じゃないですよ。私ふわっちの、あのリスナーさんと YouTube の視聴者さんってまた違うと思うから、うん、ピンボケしてる、ピンボケします、ごめんなさい。これはなんかまた違う種類っていうか違う種族、赤ピクミンと青ピクミンが違うと思ってるから。いや、配信ね、琥珀君、配信しようよ。なんか事務所に許可取らないといけないらしい。わかんないけど。配信してよ、まあ、ほんま。言ってみますわ、じゃあ。事務所の許可いるの、ほんまに。まあ、別にいるかいらんかじゃないけど、一応言っときたいなっていう気持ち。そうそう、なんかちょっと、配信今はできないみたい。はい、YouTube 所属だから。うん、すいませんね。性格悪い。だから僕だけちょっと枠。うん、性格悪いんかな。でも、そのまま思ってること言って。いやでもリサさん。別に邪魔してるわけじゃない。マリオさんが撒いた種だからね。でマリオさんもそう止めに泊まりに行きたいって言わなきゃいいじゃんそれ。なんかそれで、うん、私は好きやったら別にいいけど、うん、仕事もあれやし退院したばっかりやから、うん、ちょっと厳しいかなって言って。でも結構推しが強かったから、うん、それでちょっとなんか私のこと考えてないかなって思ったんですよ、うん、だからなんかそれはちょっとほんまに好きやったらそんなんせえへんよなって思って、うん、LINE 送って入って ありがとうございますそれはなんか私が結構古い人間やからかもしれへんけど言い必要なくない、まあ、言う必要ない、いやもうリサさん叩かないであげてもて、それはマリオさんが撒いた種だからしゃあないよ。マリオさん言う必要はないって思うよ、うん、確かに、あんま叩かないであげて。でもこの火薬さん の、 あの視聴者さんに対してだけでも マリオさんの枠で別に言わないよ。だけどなんかちょっとモヤモヤしていることを、私も友達もそんなおらへんからねここでぶちまけたらちょっと気持ちが楽になったかなっていう私の自己満なんですけど、だからリスナーさんもこれでね、れいちゃんが吹っ切れたら安いもんじゃん、言い方悪いけど、うん、うだから安いもんじゃん。ちょっとなんかマリオさんが撒いた種なんだから、ときめいてた分をなんか返せとは言わないけどね、うん、でもそれはなんか、うん、もうなんか揉めてるって言ったからそれ自業自得じゃん、うん、俺別に マリオさんの敵対するわけじゃないけど、それマリオさんが悪いっていうかそんなことしなきゃいいじゃんそもそも。だって、うん、で結局マリオさんはもうなんか結局誰でもよかったんかなって思って、私は悲しくなったなって、うん、ちょっとね、これで言って吹っ切れたんだったら、ね、よかったじゃん、うん、ありがとう、うん、2人とも聞いてくれて、うん、マリオさんも皆さんも聞いてくれてありがとう、うん、大丈夫、私は中で大丈夫、大丈夫。言ってあげなよ。なんか話聞いてたんでしょ、うん、なんか言ってあげるよ大丈夫だよとかさ。まあ大丈夫、大丈夫でしょう、うん、ここに
いてくれる方が聞いてくれただけで私はほんまにちょっと心軽くなったから、自己満やったから申し訳ないけどほんまにありがとうございました。うん。これからも前向きに自分の楽しいことだけして頑張ります。でガチ恋とかも軽々しく言わないようにします。大丈夫です。で、めんどくさいよね。そう、真面目やからね。バスって、カズさん、バスって終電ない大丈夫なんですか？いや、結構早いですよね、バス。バスの終電。いや、もう今日 JR で帰るし。なるほどね。一応帰りましょう、じゃあ。カズヤさん。なんかスタンプ送って、エミ太郎スタンプ送っとく。エミ太郎スタンプ。ついてるついてる。きついわ、きついかな。でもなんかごめんなさいね、なんか自己満になっちゃった。出会い中だった、出会い中ではないと思うんやけど、あの人はあの人で真面目やったんじゃないかな。みなみちゃんブチギレとる。いやもう知らん、それは知らん。私みなみちゃんとはもう絡みがないし、別に別に、なんかでも男の人ってまあ誰でもいいんやなって思ってたから、別に私はあのもうブロックするよ、しゃあない。マリオさんが巻いた種じゃん、うん、別に私はそんな叩かないでも、マリオさんにヘイト向けてるわけではないからね、うんうん、もう叩くのもうブロックしてるからもう、うん、大丈夫。もう言いたいことは分かる。私がただショックやったなっていう話、言いたいことは分かるけど、私振られたから、うん、振られたっていうかなんかあの人好きになることってあまりないじゃないですか、この年に、この年っていうかもう大人になってね。だからちょっとショックやったなっていう話を言いましただけです、うん。やっぱりリスナーさん、うん、あのね、女の子ってほんま大変なんだよ。男だったらもう吹っ切ってね、俺とか和也さんも、まあ、そうだけど、うん、モテないじゃん明らか、うんうん、ね、和也さんも俺もそうなんだけど、モテなかったらもう諦めてね、風俗走ったら済むんだよ。女の子はそう行かないからね。ガチ恋されてマリオが悪いっておかしい。大変なんだよ。いやでも LINE してをしようって言ってた、来てきたのは向こうやからね、何とも言えない。ゼロワン激おこ。でも私はあのもう諦めた側やから仕方ない。レイちゃん週刊少女やね、何も言わん方がいいね。でもここでみんなに聞いてもらえて、私はちょっと心が軽くなった。結構モヤモヤしてしんどかったから、よかった。ありがとうございました。うん。次の声に行こう。そうやね。うん。ありがとう。配信してないが嘘ハトだから気にしなくていいよ。あ、そうなん？配信してない。嘘か本当かも見極めない。私信頼できるリスナーさんがね、何人も言ってくれてるから。そうだ。うん、そうやね。頑張ってこう。うん。頑張る。うん。次は恋はカズヤ？なぬ？カズヤさ、どうなの？レイちゃんは。はっきり言いなよ。うん、タイプ、うん？ありがとう、みんな嬉しい。微妙？微妙？は？微妙って言われた今。聞かなかった。ライン交換すんなよ。ライン交換して微妙って何？エミタロスタンプ送ってから。ノリノリでライン交換してさ。吐いて、あの、俺を認知してくれて LINE 送ってさ、微妙ってなんだよ、カズヤさん。微妙なんだよ。恥ずかしいのかな。ショックで、くしゃみも止まったわ。カズヤさん、ちょっと失礼な言い方だけど、好きな人っていないの、今。え、職場とかいないの今までは。全然。いないの、その、わかんないのかな、その、カズヤさん。でも、好きって来てくれたら、行くんじゃないかな。来やんかな。いやでも少なからずキャリーよりは好きなんでしょ。オフ会のレイちゃんが参加するって言ったらオフ会行きたいって言ったじゃん。キャリーよりは好き。もうキャリーよりは好きだよ。うん、だからよく分かんないのかな。ちょっと分かりません。だからカズヤさんもはっきり言って、俺さ、アシストしてるんだよ。キューピッド役2人の間に入ってキューピッド役やってんのに、それなんかやられて迷惑みたいな態度取られてもさ、俺も困るんだよ。はっきり言ってよ。今ほんま恋愛ね。どういうこと？恋愛モードじゃない。俺せっかくさナイスパス出してんのにさ。いやほんまに今恋愛。恋愛。いや女の子来ても好き好きっていうのは今はほんまにない。ないの？
でも恋愛モードって一回切れるともうなんかありますよね。じゃあカズヤさん言ってよ。俺さ、カズヤさん彼女作ってほしいからこういうことはじゃあもうしないようにするよ。作ってほしいな。迷惑でしょだって、うん、それは言ってね、はっきり。ごめんね、うん、行きます。キャリーちゃんのオフ会一緒に3人で行きましょうよ。いや自分はちょっとまだかあの分かんない、分かんない。マリオ感じ、マリオさん見てないですよ。マリオちゃんもミナミちゃんに夢中やから。これは仕事の中で誰行く、うん、見てない見てない。行く予定、キャリーの行く予定なんだ。行けたら行きましょうね。多分早い時間に行かんと思う。曜日が、8月の2日何曜日？土曜日、土曜日、うん、キャリーのオフ会あるみたいなんで。どうした今コメントを見て思い出したんですけど、かやくさんだけ言っていいですか。かやくさんが言ってもいいって思ったらかやくさんが言ってくれたらいいんですけど、かやくさんが、いや聞こ、それ聞こえてる、それだったら絶対聞こえてる。あっちに行く、あっちのドアのとこ行く。じゃあ風邪でちょっと、ま、回してて、かやくさんが別にいいやったら言ってもらっていいんですけど。じゃあドア聞こえるよ。あ、そうですね、別部屋でね。え、なんかね、まだまだ聞こえる、くる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 、聞こえてる？今聞こえてる？じゃあ。ミュート漏れしてた。いや、カズヤさん腕上げましたね。ありがとうございます。ミュートにしてくれてたの。普通に聞こえてた。聞こえてる。聞こえてた。聞こえてたらしい。でもミュートにしてくれてた。ナイス。でも最初の方は入っとうと思う。さすがアシスタント候補ですわ。いや、カズヤさん助かったよ。まあそういうこともあったっていう話でしたね。うん、ボロ小屋やから、ここはあの赤。誰がボロ小屋？誰の家がボロ小屋？お父さんとお母さん買ってくれたの。めっちゃ、もういいって、リスナーさんこれで、もういいでしょう。今もう、レイちゃん傷ついてるから、マリオさん。もういい？出ない、出たくないよね。かなりマリオさんやめてあげて。全然別に。何の電話なの？事実無根ってこと。私にかけてきたらいいのに、こんなん。いいよ、出ても。で、もしもし？かやくさん？はい。ひどくないですか、ちょっと。いや、ひどいって、なんで俺のせいになるの。ひどくないですか。どういうこと、なんで俺のせいに、どういうこと、なんて。いや、なんで俺がひどくなるの。そうなんです。どうして同じワンライブなのに、うん、そうやって人が下がるようなことをね、協力して。協力じゃない、そもそもそういうのでコラボしてないもん。うん、確かに。じゃあどういうことですか。いや、レイちゃんがなんかマリオさん、はい、マリオさんのガチ恋っていうのは俺知ってたから、はいはい、いやそれでレイちゃんがなんか言いたいことがあるって言って、で俺はね、マリオさんとレイちゃんは会ったことないって聞いてたから、そんななんか大した話じゃないと思ったんだよ。いやだからそれでレイちゃんに、じゃあ配信で言ったらって言ったらこうなっちゃったんだよ。たくさん関係なく、それを大いに盛り上げたと思うね。盛り上げてないよ、俺マリオさん擁護してるよ。うん、してるよ。鳩でボロカス言われてるだけだから、俺はマリオさん擁護してるよ、同じ同僚として。じゃあレイちゃんは何を言ったの。
本当に変わりましょうか、直接喋る、ね、話します。うん、じゃあどうぞ。マリオさんこんにちは、はい、お久しぶりです。私別にそのマリオさんにヘイト向けるわけでもなくって、私はただこういうことが悲しかったよっていう話をしてただけなんですよ。それは何を言ったの？だからなんか私が退院してすぐやのに泊まりに来たいとか、なんかそういうのを言って結構私もしんどいから無理やなって言ったのに、結構なんかそれでもでももうゼロワンさんに言っちゃったからみたいな感じで結構押されて、それでもなんてその日だけでしょ。うんうん、そうでもそれでもその日だけって言ってもそれでも私はなんかショックやって、ほんで今なんかもう彼女ができたっていう感じやったから、結構すぐ出会って付き合った彼女やったから、あ、まあ、結構誰でもよかったんやなっていうので私はショックやったんですよ。私結構真面目なタイプやったんでね。うん、うん、付き合いたいって話まで言ってて、うんうん、で俺もじゃあ会ってみようかって話になって、うんうんうん、そうやね、そうでしょ、うんうんうん、そうよ。でも今はちょっと無理やなって言っても、結構推しが強かったのがなんか私のことを考えてくれてないんやなっていう気持ちがただショックやったなっていうのと、あとなんかちょっと火薬さんがなんかコメントじゃないや、配信上でちょっとなんかコラボっていうか、私も競馬やってるから、カヤクさんも競馬やってるでしょ。で、それでなんかコラボできたらいいねみたいな話で、なんかそうですねみたいな言ってたら、なんかカヤクさんとコラボするってほんま本当なのみたいな感じで言う、結構怒られた感じがしたから。怒られた感じという。いや気持ち焼いたみたいな言われて、なんかその私は発言の自由がないんかなと思って、それがすごいショックやったっていうのがあったんですよ。なんかそこまで言わんでもいいやんって思って。うん、で私はマリちゃんのことがほんまに応援しとったから、それはすごいショックやったなっていう感じでした。その話をしただけ。そうなんね。うん、そうそう、だから別にマリちゃんにヘイト向けてるわけじゃないし、マリちゃんのその今の彼女との恋愛をなんかこうなんていうの反対してるわけでもないし、別に応援し、もうその好きやったから応援してるわけでもないけれども、うん、なんかそれは別に今無の状態かなっていう感じです。あ、そうなの。うん、でマリオさんね、で、うん、マリオさんもね、これね、うん、俺はレイちゃんを口説こうとしたけど今はミナミが好きだよで終わる話なんじゃないんですか。それは荒れるのは分かる、配信荒れるのは分かるけど、今、うん、それで済む話なんだけど、うん、ハトがすごくなっちゃってそうなんや、それはごめんなさいね。レイちゃんも別に今マリオさんが枠やってるのを確認して言ってるわけじゃないから、うん、見てないですもんね、うん、全然。それはごめんなさいね、マリオさん、うん、すごいハト飛んできちゃって、はいはい、今かそれはほんまにごめんなさい。調子に行こうとしてて、それ調子もう行きたくないってなっちゃってるの。調子ってあれ、場所の名前かな。千葉ですか。そう、はい、1時間ぐらいちょっと走ってきてんだけど、うん、はい、うん、うん、それがもうなくなっちゃってる感じなのね。いや、まあそれはでも、マリオさんとミナミちゃんのことの話、うん、うん、それは私はミナミちゃんにその誤解を与えたのなら、ミナミちゃんに対してそういう気持ちで言ったわけではないっていうのは思ってほしい。私はただ悲しかったことを、そう、かやくさんのリスナーさんとか、かやくさんとカズヤさんにちょっと愚痴じゃないけどちょっと悲しかったことがあったんだよっていう話をしただけ。それは分かってほしい。で、マリオさん別にその口説いてる時期、まあ、言い方悪いけど、うん、口説いてる時期が別に重なってたわけじゃない、なん、ないんだから、みなみちゃんも怒らなくていいじゃん、うん、ねえ。いや、だからそれが、はい、はっきりしてないから不安になって怒ってるっていうことで、はい、じゃあマリオさんはそれレイちゃんの LINE をね、配信では見せなくてもいいけどみなみちゃんに見せてあげて、かぶってな、重なって、二人口説いてたの重なってないよってちゃんと優しく説明してあげたら、うんうん、全然見せてもらってもいいし、別にそんなやましいラインもしてないし、もうその話をもう二度としないでほしい、うん、またこうなっちゃうから、うん、分かった。でも私はもうこれ以上言うこともないから、別に言うネタもないし、
ただ、最後、私、